今日のテーマは海が近いい駅についてお話をしますで、まあ、今回長崎を、ね、旅してみてで鉄道だけじゃなくてレンタカーでもあ,あちこち回ってみたんですけどほんと長崎って山ばっかりもう山がもう海まで迫っているという感じで,で、まあ、そういう地形であるがゆえにです、ねまあ、鉄道も海際に沿って、ね、走っているところが多ございました。 とということでね、えーまあ、列車に乗っててもねあのいろんなところ、えー、海が近いなっていうのは分かるんですが、今回はレンタカーを使ったこともあって、いろんなところをね、えー、回ってきました。その写真を見せたいと思います。でまずは、ですねこれは列車からの風景なんですが、えー、在来線特急かもめの車窓から撮った、ねえー、在来線特急かもめ最終日に車窓から撮った有明海。 と、その向こうに見える雲仙ですね。の山の景色でございます。本当にこういう景色がね、ずーっと車窓にへばりついているといいますか、見られてね、本当に絶景でございます。で、それを、えー、乗りましてですね、まあ、これが見送った、えー、カモメですね。えー、こちらが肥前鹿島駅での景色でございます。肥前鹿島駅。 まあえー、本当に田舎の駅という感じですけれども、ちょうど平日の朝だったこともあって、えー、通学の高校生が大勢ね、えー、駅に吸い込まれていきました。で、私はですね肥前鹿島から列車で諫早に戻ってですね、でまあ、何度も言ってるんですが、レンタカーを借りました。で、えー、先日は小浜、えー、鉄道廃線跡を見に行ったという話もしましたが、その後ですね、 今度は海が見える駅を見に行こうということで、こちら、島原鉄道の神戸駅というところに行ってきました。もう駅舎がなくって、えーまあ、自転車置き場の,、まああの屋根だけはあるんですけれども、まあ、こんなね、えー、のどかなところで、ここがですね本当に海のキワキワに線路が敷かれてまして、この写真の右側に見えるのがもう有明海です。 で、ちょうど干潮の時間だったみたいで、あの、浜といいますかね。まあ、普段多分海に沈んでいるところが、あの、あらわになっております。で、島原鉄道の黄色い列車がね、ちょうどやってきたんですが、ね、この向こうに見えるのも有明海ということで、まあ、あの、島原鉄道ですとね、まあ、大岬、 大三、えー、島と書いてね大岬って呼ぶ駅があるんですがそちらがまあ海が近い駅ということで有名みたいなんですがちょっとそこまで行ってる時間がなくてですね、えーまあ、ちょうど通り道に近いところの小米駅を訪ねてみたんですがここも良かったですよあの本当に、えーまあ、小兵駅と米駅のはどちらかというとあの諫早寄りの駅なのでちょっと島原まで行っている時間ないなという方はですね小米駅で、えー、降りるとか えー、レンタカーで訪ねてみるっていうのもいいと思います。で、その後なんですが、こちらですね、あの、いさはや湾の干拓でできた堤防路道路ですね。こちらをレンタカーで走りました。まあ、ニュース等でご存知だと思うんですが、あの、締め切り堤防ってやつですね。えー、あの、 なんか、ギロチンみたいな感じでね、あの、諫早湾を仕切っていった映像が、ちょっとショッキングでしたけれども、まあ、その、えー、結果できた堤防道路というのがね、今ございます。まあ、ここはまあ、さすがに列車で行きませんのでね、私も一回ちょっと通ってみたいなと思いまして、今回、やっとレンタカーで通ることができました。これ、何キロぐらいあるのかなかなりの距離ありまして。 ま、確かにこれ、まあ、あのー、島原半島方面とね、えー、佐賀方面を短絡するという意味ではすごく便利な道路で、もう一直線ですからね、まあ、本当に気持ちいいドライブができるのは確かです。ただ、ま、ね、あの、できた経緯を考えると、ちょっと、あの、手放しで喜べない部分もありますが、まあ、ちょっと難しいところですね。えー、農業、 で、利用される方にもとってはですね、まあ、干拓は意味あると思うんですが、まあ、漁業者にとっては非常に、えー、これにかできたことでね、海の様子が変わってしまったということでね、まあ色々、いろいろと係争中のところでございますが、まあ、あの、車で走るには気持ちのいいところです。で、これを通りまして、えー、まあ、佐賀方面ですね、旧、えー、旧というんですか、現在の長崎本線の方に行きまして、 で次に向かったのが、ですね、まあ、途中行きたい駅たくさんあったんですが、えーまあ、ちょっとこちらがね木造駅舎が有名な肥前七浦という駅を訪ねました。ここはちょっとあの駅からは離れてるんですけどもね、えーまあ、離れてるって言っても、まあえーまあ、数百メートルぐらいですが、お訪ねました。でこちらが肥前浜駅ですね。えー、ここがですね現在、長崎本線の まあ普通列車のね、ちょうど乗り換え駅といいますか、えー、になっておりまして、なぜ乗り換えかというと、えー、肥前浜から佐賀方面は電化されている電車が走ってるんですが、肥前浜から諫早方面につきましてはね、従来電化されてたものをもう非電化にするということで、ディーゼルカーに置き換えになっております。のでね、まああの乗り換え自体はまあ接続良くなってるので、 ええー、まああんまり降りる機会はないかもしれないんですが、肥前浜駅で降りますと、駅からちょっと歩いたところにですね、肥前浜宿という、まあ、昔の街道、宿場町がございます。えー、で、あの、私もね、えー、レンタカーで訪ねたんですが、本当にね、風情のいい静かなところでね、えーまあ、ちょっとコロナのせいでお客さんが少なかったのか、あるいはまあ平日だったからっていう理由もあるかもしれないんですが、本当に人気はそんなになくってですね、 昔ながらの雰囲気を静かに楽しめるそんな宿場町が残っておりますでお昼はねこの中のちょっとおしゃれなカフェに入りましてね一徳することができました、まあ、旅行会メンバーのね皆さんで行ったんですけれども、まあ、こういうのも時には鉄道から離れて訪ねるのも面白いなと思いましたね ということで、まあ、今回ですね、長崎旅ということで、まあ、いろんなところを回りました。で、まあ、列車だけじゃなくて、レンタカーも使うことでね、ちょっと機動力が増したと言いますか、列車だけでは行けないようなところも回れてね、本当に良かったなと思います。ちょっと最近私ね、あの、レンタカーを使う旅っていうのがブームになっておりまして、もう、たい鉄道で行けるところは、まあ、ほぼほぼね、行き尽くしたんで、で、まあ、ただ乗,乗って、 りぎるちょっと今後はいろんなところを、まあ、降りたりであったり、まあ、ちょっとね地方の駅だと途中下車すると次の列車が、ね、なかなか来ないっていところもあるんでそういうところはレンタカーで尋ねるっていうのもいいんじゃないかなと考えております。